漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方とはどんなものなのか、漢方薬について詳しくお伝えしていきます。今回も VTR でお届けします。そうなんです。では早速ご覧ください。皆さんこんにちは、一心堂薬局の小木秀幸です。今回は、女性に多い更年期障害についてお話しさせていただきたいと思います。更年期障害とは個人差はありますが、女性の生理的な変化、閉経や心理的な変化が起きる、時期を指すわけですね。一般にはですね、40歳から55歳の間の女性に現れることが多いんです。続いて更年期障害の症状と原因についてお話しします。イライラ、めまい、不眠、不安感、急な発汗、動悸、頭重感、頭痛などがあります。更年期障害の原因には性格や環境のストレスが影響していると言われています。性格には、真面目で頑張りや神経質、完璧主義などがあり、環境のストレスには仕事や子育て、子どもの親離れ、介護などがあり、これらは更年期の症状が重くなるので気をつけましょう。原因や環境のストレスについてお話ししたところで、初期症状と予防方法についてお話しします。初期症状には閉経に向けて体が少しずつ変化し始めます。この時期をプレ更年期と呼ぶことがあり、疲れやすい、イライラ、暑くないのに急に汗が出るなどの更年期と同じような症状を感じる方がいます。予防方法にはバランスのいい食事、適度な運動、ストレス解消などできる範囲内で改善していきましょう。なるほど。でもなかなか自分で気づくって難しいのかもしれないですけどね。そうですね。それでは更年期障害でお悩みの方の症例と改善例見ていきましょう。お願いします。続いて症例についてお話しします。こちらが更年期障害の方の症例です。こちらの方はですね、急に汗が出る、手足が冷えてですね、顔がのぼせるんですよね。で、耳鳴りがですね、たまにすることがあって、イライラしてですね、日によってこう不眠になることがあると。で、めまいが時々起きるんですね。で、あと、体質的な部分としましては、この、C 型肝炎で入院されたご経験と、あとその、ご相談時には安定剤を病院の方からいただいているというようなことを言われた方の症例なんです。この方には女神さんをお勧めしました。この女神さんなんですけども、更年期の症状でこうめまいを起こしたりなんかする方によく使われる処方の一つなんですね。改善例をご紹介します。まず1ヶ月経った時点でのコメントがですね、手足の冷え、のぼせが少し良くなってきたんですけども、イライラだとかめまいはまだあるというようなコメントをいただきました。で、2ヶ月経過した時点ではですね、急に汗が出ることがなくなってきたんですよね。で、4ヶ月経過した時点ではですね、めまい、イライラ、不眠、これが良くなってきたんです。で、6ヶ月経過した時点では不安感もなくなってですね、症状が改善されたという方の症例なんです。なるほど。でもね、その更年期障害っていうのは、先生も先日おっしゃってましたけど、女性だけじゃなくて男性にもあるっていう話を聞いたんでね、今度またその辺の話も。皆さんも通る道ですからね。その通りでございます、はい。今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますので、ご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。
川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは一心堂薬局で検索をお願いします。そしてこのコーナーの最後には一心堂のおすすめ商品を紹介しています。今回ご紹介するのは美肌茶です。こちらの美肌茶はですね、肌にいいそのハーブのお茶なんですね。このようにこうピンク色をした綺麗な、ハーブティーでございます。ぜひお試しいただきたいということでご紹介させていただきました。竹本さん、塚田さん、来週はスタジオの方に行きますのでよろしくお願いします。了解、了解、お待ちしております。はい、来週はスタジオでお話を伺っていきます。はい、ここまでは漢方納得相談のコーナーでした。